こんにちは、ちあこです。こんにちは、ゴリコです。はい、はい、ということで、じんさんありがとうございます。ありがとうございます。ちあこジャンヌにゲストで来ていただきまして、はい、先ほど、バレスタジオでじんさんにバレを教えさせていただいたんですけれども、はい、この筋肉、はいはい、じんさんはですね、お先ほどの練習の成果が、先ほどの練習成果が、ジンさんはですね、はい、プロの、フィジーク選手という言い方でよろしいですか。はい、はい、フィジークというのはですね、ジンさん、はい、何でしょうか。フィジークというのはですね、なんですかね、ボディビルとかって皆さんご存知だと思うんですけど、よりはもうちょっとパンツが長くて、どっちかっていうとちょっと海の似合う男じゃないですけど、見ててこう、あ、こういう体になりたい、かっこいいなみたいな、それちょっと少し華やかな感じの競技で、その肉体美をちょっと競う、競技ですね、フィジークっていうのは。はい、この間東京プロに出場されて、はいはい、本当に筋肉美を見せていただきまして、はい、ありがとうございます。はい、ということで、ジンさん、この体はどうやって作られてるんですか。はい、うわ、多分 80% 型鳥ですね。鳥、いや 70% ぐらいかな。日々もう減量とか、はい、その食事を管理はしっかりされてるわけですか。そうですね、結構がっつりとやってますね。はい、今もオフ入りましたけど、はい、やっぱなんとなく減量食食べちゃいますもん、ね。はい、あれですか、減量食っていうのはあんまり脂質取らないでとか、そんな感じですか。そうですね、なるべく脂質を抑えるっていうのがやっぱ基本ですね。それでこのこういうポーズが、綺麗なポーズがそうですね、はい、ということで、今回はですね、そんなプロのジンさんに減量飯を作っていただきたいと思います。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。そしてちょっと恐れ多いんですけれども、はいはい、日々ストイックに体重管理をされてるんですけど、はい、私も体重管理といいますか、食事管理はしっかりしておりますので、はい、ジンさんにもプロバレリーナの減量飯といいますか、はい、はい、を食べていただきたいと思いますので、これからですね、作っていきたいと思います。はい、お願いします。はい、お願いします。なんか僕らよりストイックそう。いやいや、全然全然全然そんなことないです、本当に。いや、全然そんなことないって言ってるんですけど、材料がブロッコリーと鶏むねないこの時点でね。いや、ここから調味料入りますので。ここから調味料が、はい、調味料入りますので、はい、はい、それでは、はい、プロのフィジーク選手ジンさんにガチの減量飯作ってもらって行ってみよう。ちょっと日本おかしかったですねありがとうございます作ってもらって行ってみよう。はい、はい、ということで、まずはですね、はい、私からちあこターンで行かさせていただきます。はい、はい、お願いします。ちあこチャンネルをいつも見てくださってる方ならもう何を作るかお分かりだと思うんですが、結構定番なんですね。結構定番なんです、はい、鶏肉だけお鍋を使わせてください。あ、こちらで、こちら、はい、ありがとうございます。ブッコロリーから。ブッコロリー、ブッコロリー、ブロッコリーではないですか。ブッコロリー、ブッコロリー、ブッコロリー、はい、それ語源はどこから来たんですか、ブッコロリー。なんかなんとなくですかね。あ、なんとなく、はい、なんとなくで、はい、方言とかではない、ね、方言ではないんですね。あ、方言ですね。チアコ語です。語なんですね。はい、チアコ語です。ブッコロリー、ブッコロリー、はい、で、私はですね、本当によく塩昆布を使いますので、はい、美味しいですよね。はい、美味しいです。ジンさんもよく使われますか。塩昆布はなんかキャベツとかにかけといて、はい、なんかどうしても減量してお腹減った時食べるみたいな。減量中ってイライラしません。あ、お腹すいたみたいな。割と減量始めた最初の頃とかすごいありましたけど、はい、今は慣れてきたってのもあるんですけど、はい、イライラというよりは修行層ですね。無の境地にいますね。あ、超えた感じですか。うん、というよりもなんかあんまり話さないかもしれないです。話す体力がないってあるかもしれないですけど。とんでもない減量じゃないですか。まあそうですね、水も抜いて、うん、塩分もとか、うん、気の紛らわし方ってありますか。忙しくすることですかね。あ、やっぱ暇だといろいろ考えちゃうし、はい、暇だとお腹すくんで、うん、忙しく忙しくして、はい、気づいたらもう夜みたいな、あ、うん、状態に持ってくっていうのが一番なのかなっていう。じゃあトレーニングされるじゃないですか、はい、でも疲れるじゃないですか、はい、それでも動き続けるみたいですか。そうですね、なんか動くっていうよりも、うん、まあ、仕事してるか減量してるかジム行ってるか、はい、でも減量期って結構ジム行き始めるとまず行ってトレーニングして有酸素してっていう、大体ジム行って帰ってくるまで 3,4 時間ぐらいかかっちゃうんで、ってなると結構1日もうすぐ終わっちゃうですね。あ、はい、いやすごいです。私、
もう食べること大好きなので。あ、そうなんですか。 そこまでの減量は。ちなみに、はい、好きな食べ物は。唐揚げ。唐揚げ、唐揚げさん。プロタン呼ぶしかねえな、これは。プロタンさんの唐揚げ食べたいです、ね、はい、って感じで、ちょっとブロッコリーをとりあえず切ってます、はいはい、どうですか、手際の。手際、思ったより悪いですね。思ったよりぎこちないですね。思ったよりぎこちないですか、うん、緊張してます、はい、ワンチャン僕とあんま変わんないかな、はい、本当ですか。でも、ジンさんめっちゃ料理されるでしょ。いや、でもそんなに切ってぶっこんで炒めるだけとか、はいはい、あ、やっぱ単純なのになっちゃうですよね、うんうんうん、先ほどあの 70%、7、8割も鶏肉っておっしゃってたんですけど、はい、飽きませんか。いや、飽きますよ。ただ昔はやっぱりその常に鶏胸、ね、1キロでじゃあ1000いくらみたいなので頑張ってましたけど、はい、まあ、最近はそのなんか馬肉食べたりとか、あー、まあ、シーフードに振ったりとか、はい、そういったタンパク質にも前よりはちょっとお金かけれるようになったんで、はい、あのそういった意味では少しは楽ですけど、うーん、うん、でもやっぱハンバーガー食いたいじゃないですか。そうですね、美味しいですもんね、うん、鶏肉にその変わるものっていうのはやっぱりその馬肉とか今おっしゃってた。そうですね、うん、シーフードとか、はい、あの鶏肉のあの感じを食べたくないんで、まあ、他のタンパク質を取るみたいな感じですね。そうしました、ジンさん、こちらをちょっと、はい、あのレンジでチンをさせていただきたいんですが、はい、よろしいでしょうか。はい、はい、とりあえずこちらをレンジします、はい、3、4分。はい、はい、ジンさんってよくプロテインって飲まれてると思うんですけど、はい、プロテインってあの朝ごはん代わりにしたりしてもいいんですか。あ、なんか朝食欲ない時に結構プロテイン飲んだりとかあるんですけど、うん、まあ、減量中はどっちかっていうとなんかデザート代わりにこれをなんかスムージーっぽくして飲むみたいなの多いんで、うん、今日はあの千秋さんが作ってる間に僕がプロテインスムージーを作ってあげよう。わ、これネイチャーカード、美味しい、めっちゃ美味しいやつ。今日トロピカルでいきましょう。めっちゃ美味しいやつ、はい、と最近ね、このなんかマッスルフローラーっていう腸内環境にすごいいいサプリが最近出たらしいんで、ちょっとこれも入れて作っていきます。わーい。女性はあんまり飲みすぎない方がいいですか、プロテインって。いや、そんな関係ないというか、あのやっぱ女性の方ってそのどっちかっていうとタンパク質意識して取られてる方少ないと思うんで、はい、まあ、ただ千秋さんはやっぱアスリートなんで意識されてると思いますけど、はい、普通に生きてたらって言ったらあれですけど、なかなか意識しないと取れなくないですか、タンパク質って。そうですね、うん、うん、本当にそう。なのでなおさら僕は取った方がいいと思いますけどね。うん、体重の2倍ぐらいは普通に取ってあげた方が。あ、そんなに取っていいんですか、はい、1.5 からやっぱ2倍ぐらいは、うん、取ってあげた方がいいですね。うん、これをちょっと濃いめに入れるんですよ。濃いめに。そう、美味しいですよね、これ、うん、好きです。で、これシャーベットにして飲んだことあります。ないです。うわー、これマジうまいから。プロテインをシャーベットで飲むという概念がなかったですね。僕からしたらなんかちょっとデザートなんですよ。おー、うん、減量中の。なるほど。アイスとか食べたくなるじゃないですか、はい、食べれないんで、うん、でこれをなんかね、あのお腹の調子が良くなるやつらしいんで、うん、じゃあジンさんにスムージーを作っていただいてる間に、はい、ちょっと今ブロッコリーをあれしておりますので、はい、鶏肉に行きたいと思います、はい、次なんですがサラダチキンを作ります。サラダチキン、はい、サラダチキンなんですが、うるさいです。うるさいです。はい、うわ、すごい、すいません、めちゃめちゃうるさくなっちゃって。見てください。うわ、すごい、シャーベットみたいですね。おいしそう。普通のね、おいしいシャーベットになるんですよ。すごい、はい、これマジで普通にうまいんで、食べてみてください、はい、では、はい、いきます。いただきます。はい、うん、うまいっしょ、うまいっしょ。これでタンパク質だって40取れるって、うん、めっちゃ良くないですか。え、これプロテインだけですか。プロテインだけ、うん、プロテインって氷とちょっと水だけ。え、めっちゃ美味しいです。そう、これマジうまいので、このマッスルフローラーっていうの入ってて、プロテイン飲んだ後のなんかちょっとお腹モヤモヤするなとか、なんか調子良くないなみたいな人にめちゃめちゃおすすめのサプリらしく、うん、ネイチャーカンさんまたセールやってるんで、その時にこれもね、ぜひ購入してみてください、はい、それをちょっと食べながら、はい、めっちゃバクバク食べてますけど、はい、すいません。サラダチキンを、はい、ほっけ、はい、ほっけ、ほっけ、はい、ほっけ、ね、ちょっとなんかこんな感じで広げていきます。あ、縦切りにして、はい、縦切りに、はい、はい、こんな感じで、で、あ、叩くんですね。はい、叩きます。手際、やっぱプロっぽくなってますね。なってます。さすが。
そうしましたら、ジンさんフォークをお借りしてもいいですか。あ、フォーク、はい、はい、で、あれですね、火を通りやすくってやつですね。そうです、こんな感じで、はい、ひたすらにぶさしていきます、はい、ぶさして、はい、今のところまだただの鶏胸とブロッコリーですもんね。そうでしょ、はい、はい、塩をただただこうふっかけていきます、はい、はい、どうですか、こんなに塩使ってって感じですか。いやいや全然大丈夫ですか、はい、ジンさんって普段からすごい運動されてると思うんですけど、はい、代謝を上げる、はい、というかこう痩せやすくするには何したらいいですかね。痩せやすく、ちょっと僕ら特殊ですね、ただ痩せたいっていうよりも筋肉残すっていう考えなんで、はい、でもやっぱなんだかんだ食事をやっぱしっかり正すっていうのが、運動も大事ですけど、はい、一番大事ですよね。正すっていうのはその栄養を考えてとか。そうです、はい、栄養を考えてっていうのは、まあ、タンパク質を少し多めに取りましょうとか、う脂質は普段より、低くしましょうとか、変な油から取ってる脂質をじゃあオリーブオイル変えましょうとか、良質な油変えるとか、それだけで結構何もやってなかった人たち変化すると思うんで、うん、はい、次はですね、オレガノとバジル、オレガノとバジル、はい、ちょっと塩足りないか、開けます、やります、はい、すみません、じゃあ、すみません、ありがとうございます、はい、そうしましたら、はい、バジルしかなかったらバジルでもいいですし、はい、オレガノしかなかったらオレガノでも、どっちだかでも大丈夫なんですが、はい、もう好きなだけかけます、はい、こんな感じで、はい、はい、もう適当です。そして、はい、あ、アガベシロップ、アガベシロップを、糖質でもただのああいう砂糖とかじゃなくて、こういうアガベシロップとかメープルって砂糖よりはいいって言いますもんね。はい、なので、はい、このアガベシロップを、このアガベシロップはね、すみません、ね、すみません、アガベシロップってこれ意外に高いですよね。意外とね、高いですね、うん、メープルシロップぐらいしますよね、はい、これジンさんの、あ、ありがとうございます、ジェノも着させていただいて、はい、ありがとうございます。もうその時点でかけるんですね。はい、かけてしまいます、はい、タタタタタタと、そしてなじませます、こんな感じで。なるほど、はい、以上です。え、これだけですか。これで、はい、このジップロックに、はい、あ、ごめんなさいね、すいません、ジップロックに丸めて入れちゃいます。あ、置きます、はい、ごめんなさい、適用がごめんなさい、こういう感じで、あ、丸め、ハムみたいな感じですか。 あ、逆でした、やるのちょっと間違えました、ちょっとあれですね、おっちょこちょいなところがあれですね、はい、間違えちゃった、はい、ごめんなさい、こんな感じで丸めてこうします、はい、中に入れる、 OK です、はい、そして、はい、ブロッコリーも多分ちょうど、あっつい、あ、気をつけてください、はい、4分やりました、いい感じですね、ちょうどいいですか、いい感じです、はい、ありがとうございます。熱いんで気をつけてください、はい、最後にこちらのオリーブオイルも入れてしまいます、はい、はい、あ、そこにもう入れるんですね、はい、入れちゃいます、こんな感じで、おお、結構いきますね、結構いっちゃう、結構いっちゃう、いきましたね、結構いっちゃう、そしてですね、もう二重にしまして、はいはい、湯煎で、湯煎で、はい、焼かずに湯煎で、はい、じゃあお湯入りますね、お湯入ります、すいません、これで、はい、もうあとは放置を、放置、はい、するだけという感じです。茹で方みたいなやつってなんか、はい、どんな感じなんですか。茹で方はですね、チアコ流で、チアコ流でいくと、はい、本当もう目で見るっていう感じなんですけど沸騰したらちょっとそのまま入れて、はい、そのまま入れて、で3、4分経ったかなと思ったら、はい、ったらだいぶ火を小さくして、はい、まあ、放置みたいな、はい、へ、そんな感じで完成です。完成です、はい、どうでしょうか、実はここまでで、うわ、これめっちゃ使ってるやんみたいになります。いや、僕のめちゃめちゃ好きな味付け、全部、はい、本当ですか。バジルとかオレガノとか、うん、はい、超好きなんです。あ、そうなんですか。あ、よかったです。パスタとかアホみたいにかけるんで。プラス僕本当はオリーブオイル大好きなんですよ。ただ、はい、原料入るとやっぱり、はい、良質な油なんでいいんですけど、ちょっとなんか油取らないんで、基本油敷いてモノ薬とかないんで、なんで本当はオリーブオイルにこの岩塩とバジルとオレガノなんてうまいに決まってるじゃないですか。大好きなんですよ。はい、すごいですね、はい、やっぱり油を取らないというふうに徹底されて。そうですね、原料入ったらですけど。うーん、まあ、でも今日はいいですか。千秋が作ったから食べるよ千秋。嬉しいです、ありがとうございます。千秋なんか美味しそうなの作ってるね。美味しそうやな。何作ってるの。これはブロッコリーの、うん、ブロッコリーとごま油のあえ物やで、うん、お、美味しそう。好きやと思う、うん、あ、これ好きやと思う、うん、俺がこれ好きやと思う。え、どっちが好きやと思う。千秋とブロッコリー。え、千秋とブロッコリー、うん、それは私や
ごめんね、当たり前のこと聞いてごめんね。え、これ何？これ。これはサラダチキン。あ、まさか俺はいつも好きなやつ作っててくれたの？好きなスパイスを全部入れましたよ。なんていい女性なの、あなたは。でしょ？終わりですか？あ、これじゃあブロッコリーにごま油入れて、はい、まずはごま油入れます、はい、いっちゃいますね、ごめんなさいね、はい、はい、いっちゃいます、いっちゃいます、こんな感じです、はい、そしてあの、あ、私ここで塩昆布、はい、塩昆布、はい、あの塩昆布おばさんと言われてるぐらい塩昆布を使うんです、あ、そんなに、そうなんです、はい、なので塩昆布も入れちゃいます、まあでも塩昆布入れていくと、はい、大体うまいっすもんね、そうなんですよ、うん、はい、え、なんかこれうまそう、もうすでに、はい、ちょっとブロッコリーやりすぎたかもしれません、いいですいいです、はい、僕柔らかい方が好きな、あ、本当ですか、あ、じゃあよかったです、混ぜていくだけです、はい、え、めっちゃうまそう、はい、これだけでなるべくやっぱ僕ら素材に近く食べたいタイプなんで、結構こういうのが一番ありがたいんですよね、あ、いいんですか、うん、なんか油じゃないですか、ごま油なんで、はい、すいませんと思いながらでも入れますって感じで入れてます、でも風味ぐらいなんで、はい、多分本当に今入れた量って 2g とかなんで、はい、多少ねやっぱ油、良質の油、ごま油とかオリーブオイルっていうのは僕らも必要なんで、はい、いや良かったです、そう言っていただけて、はい、はい、ということであっという間に完成しました。でサラダチキンはジンさんにお料理していただいてる時に、はい、あのグツグツさせていただいて、了解です、はい、お湯が来ましたのでこんな感じで入れていきます、はい、はい、以上です、はい、放置します、これで放置で、はい、でこの間にじゃあ僕がジンズキッチンをお願いします、やる形で、はい、はい、じゃあ今日ですねパスタ作ります、パスタってちょっとあの糖質高くて罪悪感あると思うんですけど、はい、カーボオフ、糖質 50% オフのパスタ、100g で27しかないんで、カーボが普通って67、8あるんですけど、うーん、全然ないんですよ、あとこのトマトピューレを使ってすごいシンプルなんですけどトマトパスタをやったー、はい、作っていきたいと思います、あと玉ねぎと、玉ねぎ、その間にちょっとパスタを、え、何グラムぐらい食べるんですか、え、何グラムぐらい食べるの、あ、でも、はい、今別に食事制限されてないですよね、今はそうですね、ですね、はい、あの普通のパスタの方がうまいんで、はい、あの原料中はこれ使ってほしいんですけど普通のパスタにしましょう、これもうこれで 100g なんで、一食でどれぐらい食べはるんですか、ジンさんは、パスタですか、はい、原料中はなんで、はい、100とか多くて150ぐらいですかね、夜だけとかそういう風に決めてはったりするんですか、原料中は、もう 1日4、5食食べるんで、1食メインじゃ何グラム食べてみたいな感じですね、今9分10分ぐらいしてる間に、はい、これができる間にパパッと作っちゃいます、パパッと、はい、で今日ちょっと美味しく作りたいんで普段使わないんですけど、せっかくあるんでこのオリーブオイルとかバジルとかオレガノとかもちょっと使って美味しく作ります、普段はもう本当にトマトソースだけだけです、なんか男性事情とかってお聞きしてる、いや多分なんかね、わかんないです、あの見られてる方女性の方が多いのか、はい、男性の方多いのかわかんないですけど、はい、プロバレリーナの方ってすごいお綺麗な方僕多いイメージで、いやいやいや、なんかすごいモテまくってそうなんですけど、はい、いやモテまくってないですよ全然、なんかそこら辺何にもないです、あ、ごめんなさい、事情ってどうなんですか、いやなんかあれですね、もう本当に家とモバレドの往復みたいな感じだけなので、はいはいはい、で関わる方もね、ほとんどバレエダンサーの方ばっかりなんで、へー、ないですね、本当に何も、なんか男性の方もいらっしゃるじゃないですか、バレエはいの方となんかとかっていうのはやっぱあるんですか、ある方もいらっしゃいますけど、はい、ない方は本当にどこで出会われるのかなって感じなんですけど、まあ、特別の方とお付き合いされる方もいますね、あ、いらっしゃるんですね、はい、やっぱりなんか僕ら筋肉のじゃあ女性はって言った時にやっぱ筋肉ある女性が好きなんでしょってやっぱ言われがちなんで、はい、あ、私もね、さっきですよね、はい、なんでやっぱプロバレリーナの方はそれ どういう感じなのかなちょっと気になったんですけど、あ、なんかお互いかもしれないですけど、はい、ダンサーじゃない方がいいっていう方は多いですね、やっぱそうなんですね、はい、それは なんでなんですか、なんでなんでしょうね、はい、さっきジンさん申し上げましたけど、はい、同じ話になっちゃう、はい、なるほどなるほど、からっていう感じですかね、やっぱあれですもんね、彼氏彼女はお互いの息抜きじゃないですけど、はい、癒しみたいな感じなんで、やっぱ普段のことを忘れたいからってことなんですかね、なんか全く考えたくないっていう方が多いのかなっていう感じです、なるほど、はい、まあ、彼氏といる時はもう仕事のこととかバレエのことは考えずに、考えずにあなたのことだけをあなたのことだけを、ね、見つめていたい、はい、これ普段は油敷かずにこれ焼くんですけど、はい、今日は
あれなんでオリーブオイルちょっと使っちゃいます。美味しそう。うわ美味しそうですね。まあでもこれでも多分 2g もない、 1.5g ぐらいなんで、脂質って 1g9 キロカロリーなんで、はい、まあ、大したことないです、ぶっちゃけで言うと。でちょっと火が通ってきたらここに玉ねぎをパンと入れると。あとなんか他に玉ねぎ以外にもなんか具が欲しければ例えばアスパラとか、あ入れても全然いいと思います、はいはい、そしてトマトパスタなんですけど、はい、やっぱタンパク質絶対欲しいじゃないですか、はい、食事にはあのタンパク質絶対僕はあの必ず何グラムって入れたいんですけど、はい、これに鶏ささみ入れてもちろんうまいんですよ、うまいんですけど、やっぱなるだけ僕は鶏胸を食べたくないんですよ、食べ過ぎちゃってるから、はい、でそんな時にもシーフード、シーフード、はい、これ冷凍で売ってるんで、あ冷凍をこうバッと入れてっていう感じですね。でこれなんでシーフードかっていうと、はい、めっちゃ出汁が出てうまいんですよ。食べればわかるんですけど、シーフード大好きです。本当っか。めっちゃ好きです。まあ、千秋炒めて。わかった、うん、分かったわ。千秋頼むよ、はい、おー千秋手際がいいね。いいでしょ、うん、さすが通いの町千秋週5で通ってるだけあるわ。そうだよ週5で。だめ言っちゃダメ動画で動画じゃないでしょ、それは言わないって約束だ。あ、ごめんなさい。ダメだよ、ごめんなさい。実は俺の原料食の7割に千秋が作って言っちゃダメ言ってダメ言ってダメ、まあ、言わないくつ。玉ねぎがちょっときつね色っぽくなってきたら、はい、この時点でこしフード入れちゃいます。お、まあ、これ別にレンチンしてから入れてもいいんですけど、はい、僕めんどくさいんでこのまま、はい、うん、私も絶対めんどくさいんでこのままやっちゃうので、あとまあ適当に火にかけとけば、うん、ある程度溶けてくるんで。女性ってこう筋トレ、はい、例えばしたとして、はい、筋肉ってこうなんていうんですか、増えるもんですか。勘違いされてる方多いんですけど、はい、ちょっとやっぱ筋トレすると私筋肉つきやすいからとかっていう方結構多いんですけど、はい、まあ、そう簡単じゃないです。あのゼロよりはもちろん最初やった時ってつきやすいんで、うん、多少はつくと思うんですけど、はい、あのそう簡単につかないです。うん、はい、そう簡単についたら僕らあの苦労してないんですよそうですよね、はい、そうですよね。あの 何百キロも上げたりとかしないとするんで、うん、なんでこれはその悪いって意味じゃなくて、そう簡単につかないんでぜひやってほしいっていう。あ、例えばどんな筋トレがいいですかね。なんかやりやすいというか、なんで筋肉の基本はやっぱビッグスリーって言ってベンチプレスとかスクワットとかデッドリフトってあるんですけど、でも女性もそういう基本的な種目をやっぱできるようにして、お奥に越したことは僕はないと思いますね。うん、例えば女性でそんなんだベンチプレスってその胸を鍛える種目なんて別にやんなくていいと思いますけど、はい、例えばスクワットとかは結構女性しっかり意識されていますけど、やれば女性でお尻がプリッとしてるってその海外だとかっこいいとか美しいセクシーみたいなのあるじゃないですか。うんうん、ありますね、はい、っていう意味でやっぱやられた方がいいのかなっていう。はい、こう家でもできますもんね。家でもできます、ね、はい。あと味付けをどうするかなんですけど、はい、僕基本コンソメで結構味付けちゃうんですけど、はい、足りない場合は塩をちょっと足してもらって、うーん、1袋で、いや2、はい、結構味はいつもどうなんですか。濃いめとか薄めとかあるんですか。そうですね、なんか前は結構濃いめやったんかなという感じやったんですけど、はいはい、でも最近はあんまり味付けしたらあかんなと思って控えめにはしてます。でも私の控えめがほんまに控えめなのかちょっとわかんないですけど、はい、でもなんか汗多分すごいかかられてると思うんで、はい、しっかり取った方がいいですよ。うーん、絶対に。すごいめっちゃ早いですね、あっという間に、はい、多少パスタに茹で汁は欲しいんで、茹で汁はでこれをこのまま入れていきます。めっちゃ美味しそうです、はい、すごいです、あっという間に、あっという間に出来上がりました。もうめっちゃ美味しそうですね。10分ぐらいでパパッと、すごい、あ、お皿がおしゃれ、海鮮トマトパスタ、うわー、で最高。タンパク質があれなんでちょっとこのシーフード具をちょっと足して、はい、でオレガノとバジルをかけて。好きですよね。大好きです。粉チーズ大丈夫ですか。粉チーズ好きです、めっちゃ、はい、ここに粉チーズをかけてあげれば、もうこれは本格。これは美味しいですね。的なトマトパスタですよ。お店じゃないですか。お店です、ね、はい、雰囲気お店です。お店だ、はい、出来上がり。おー、出来上がり素晴らしい、はい、すごい、はい、出来上がり素晴らしいです。めちゃめちゃ美味しそうです。ラッキーラッキーラッキー